次はワカサギベースカラーがあって、はい、ワカサギはね2色ベースカラーを作ってます。これとこれ、綺麗な、はい、すごいっすね。これはね実はねシャッティング X にあったカラーなんですよ。シャッティング X にあったカラーというか、まあ、似たようなカラーがあって、よいしょ、まあ、とってもリアルにワカサギがいる時とかそういった時によく使う、これこのカラー、これ名前ちょっと忘れちゃったんですけど、何でしたっけ？ハーフミラーフィニッシュ系の何かですよね。なんかね、名前をね、忘れたら怒られちゃうな。まあ、このカラーが、実はこれ、2012年のバサオールスタークラシックウィニングルアーです、これ。え、それ、使ってたやつですか？使ってたやつはさっきのね、あ、ちょっと傷が入ってるやつですね。こっちですね、これですね。まあ、猫な対決になって、2日目、実は、まあ、全然釣れてなくて、2日目じゃない、初日だ、1本しか釣れてなくて、で、なんか考えなきゃいけないな、たらもう猫長川から出るべきじゃないなっていう判断ができたんで、そしたらね、まあ、猫長川ってこう川が流れに従って、逆流が起こるんですね、河口のところで、その逆流に流れてきた枝とかが、ぷわーって川の真ん中を、こう、表層を覆ってたんですよ。で、その下に一瞬バスが見えたんですよ、目視で。あら、バスだ、しかもキーパーありそうと思って、で、なんであんなところにバスがいるんだろう、で、何してるんだろうと思った時に、やっぱりその流れてくるゴミのちょっと外れにね、これぐらいの多分ワカサギだと思うんですけど、ベイトの群れがいっぱいいたんですよ。で、なんかないかなと思ってタックルボックスガチャガチャってやって、ベイトタックルしか積んでなかったんで、ベイトで投げれるものっていうことでこれを選んで、これギリギリベイトで投げれるんで、でも結構やっぱ小型ですから、そうですね、まあ、ベッドフィネスのリールで8ポンドで投げて、で、2投連続バスキャッチしてるんですよね。で、2日目もこれで1本取ってっていう、まあ、このその時に、まあ、そのベイトの見え方がちょっとキラキラしてる、でもそんなにベイト大きくないっていうので、このキラキラ部分のちっちゃくて、で、まあ、こういうのカラー使えるかなと思って使って一撃で釣れたっていうのがあって、これはやべえカラーだなと、はい、ただ、まあ、このシャッティング X にはこれあるけど他のにはあんまりないカラーで、これ絶対他のルアー、例えばバンテンジュニアとか X80 ジュニアにも欲しいなと思ってて、今回作ってもらったのがこの暴走ワカサギ。これ暴走って書いてるんですけど、まあ、暴走半島は、まあ、この後で出るこの水郷ワカサギっていうカラーがあるんですけど、これと対比して考えてほしいなと思ってるんです。暴走半島ってリザーバーメインにしたい時はちょっとクリアじゃないですか。なのでちょっとこのクリアボディにこの明滅感をしっかり残していきたい。で、この水郷ワカサギっていうのは比較的マッティな、特に春使うことが多いんで、濁りの中で使いたいから全体的に膨張色で目立つこと。でさっきの、水郷シークレットよりも、透明感があまりないこと、まあ、単純にこの水郷シークレットを、こうちょっとこうゴースト感を消したやつが、水郷ワカサギだと思ってもらえれば分かりやすいと思うんですよね。で、このワカサギをクリアウォーターで使いたくなったら、この水郷ジャーシー暴走ワカサギ、リアルワカサギ、こっちに変えてもらいたいなと思ってます。まあ、こういうワカサギ3種類、まあ、ワカサギ2種類、プラス水郷シークレット。なんか全部ネットでしか買えない、はい、匠カラーみたいなのあるじゃないですか、はい、メガバスの、はい、ネットでだけ予約で買える、はい、全部それクオリティな感じのすんごい手の込んだ。そうですね、これももともとだからベースにあった、これなんとかリエルワカサギだったかな、これのベースにあった色なんですけども、で、これもゴーストシャットで1回限定でやらせてもらってるんですが、これ塗り直すのに実は、4ヶ月5回ぐらい塗り直してもらってるのかな。まだあと2色あるんですけども、その2色も含めて何回やり直すんですかっていうぐらいやり直してます。で、それぐらい特にこの水郷ワカサギ、これはまあ、この水系春通ってる方は分かると思うんですけども、まあ、その春先のワカサギパターン、ベイトパターンの時に効くこうホワイトで、それで言いながら真っ白じゃない、こうしっかりとこう鱗の模様がはっきり出て、で、その真ん中のライン、これもバシッと出る、で、まあ、こういった
ホワイトなんだけどパールホワイト一色じゃないっていう、ちょっと遊べる色、背中も微妙なこうパールのなめたオーラメが入ってるっていうこれとか、はい、まあ、本当に微妙なところを何回もやり直してもらってます。これも背中のこの微妙な一ラメ、はい、エンドユーザーとしてその、はい、今すごい気になったんですけど、はい、端的に例えば、はい、その指示をメーカーさんに出すときに、はい、例えば端的にどういうお願いをするんですか？もともとメガバスさんってやっぱすごいカラーバリエーションも多いし、リアルですごくいいカラー出してるんで、特に、さっき見せたこのシャッティング X のこのカラーですね、これと同じカラーがもっと欲しいんです、バリエーション増やしてって言うんですけど、これと同じカラーを実際塗ってもらうと明らかにこれと同じカラーを無理やり塗りました感になっちゃうんですよ。なのでワンテンジュニア、まあもちろんこれあのシャッティング X もあるんですけども、あるんですけども、その同じカラーなんだけどルアーによってほら塗り方全然違うじゃないですか。でこういったのを微妙なところを、あここちょっとチャチく見える、ここちょっと強すぎるっていう風に指示していきます。で、まあ、こいつに関してはほぼ完成形のカラーだったんで、まああのまあ、ほぼ、完成したんですけど、ここのじゃあ黒いクラックマーク、これを入れるか入れないか、どこに入れるか、こういった指示もしていきます。やっぱルアーが一番動いた時に、まあ動いた時に目立つポイントに入れたい。で、これの時もそうでしたね。目立つポイントに入れたい。単純にクラックマークを入れればいいってもんじゃなしに、やっぱりルアーがどこで見せて食わせてんのかっていうことを大事にして、そういったところを指示していきます。だから、あと5ミリ上とか、あと2ミリ上っていうのを何回もやり直したりとか、で、この後でちょっとまた、デッドリーフィッシュとかいうカラーがあるんです。これなんか、本当に一番やり直したカラーで、まあ紹介します。これですね。これワンテンジュニアのデッドリーフィッシュ。